ちは。こんにちは。はい、さあ前回は、はい、キャンプの、各チームの課題、ね、はい、各チームの課題、ここを見ると面白いよっていうところ4チームやったんですけれども、はい、今日はじゃあ昨シーズンの、セパの、3位と4位のチームを見ていきましょう。はいはい、まず巨人です。はい、巨人。巨人はどこ見ましょう、課題というか。まあある程度決まってんだよね、レギュラーが。はい、まあ例えばサード岡本、ショート坂本、はい、まあセカンド吉川、うん、まあキャッチャーは小林か大城みたいな、うん、でまあファーストは中田翔とか、はい、中島とか、うん、まあある程度競争だ競争だって言いながらも決まってんだよ。はい、でそのレギュラー陣がある程度年を取ってきてる。そうですね。まあ例えば坂本にしたって丸にしたってそう、はい、でまあライトに入るであろう梶谷、うん、まあ松原が出てきてるけども、だからそういった人たちのやっぱ体調管理が一番必要だっていうことだよね。うん、うん、だからここからまたさらに伸びるっていうよりも、はい、やっぱ現状維持、今の力をどうやって維持していくかっていうのが、うん、やっぱ一つの課題なんだよね。うん、特に例えば坂本選手はそのフルシーズン通してというよりかは、例えばどっかで休みながらとか変わりながらっていう風な形にもなっていったりとかもするんですかね。まあ、それが理想だよね。うん、でも休ましたら、はい、去年みたいに逆転されたっていうケースもあるし、あそこからっていう、だまだまだやっぱ坂本の代わりができる守備者がいてくれたら一番いいんだけどね、坂本よりはうまいみたいな、うん、でも坂本がうますぎてさ、はい、あれを超えて守備固めっていう人がなかなかいないんだよね。はい、ということは本来は例えばそういったちょっともう中堅からベテランにこうっていう選手のまあ何でしょう、後釜になってくる選手っていうのを探さなきゃいけない、探さなきゃいけないし、はい、やっぱそのチームを1年間スタミナ的に持たすためには、はい、やっぱジャイアンツはレギュラーというよりも控えの選手をどう鍛えとくかっていうことだよね。うん、はい、例えばそこで名前が上がってくるのは例えば松原選手とか吉川選手よりも下の選手たちってことになるんですかね。で吉川はもうセカンドのレギュラーとして考え、うん、松原も外野手の一角としてある程度考えておかなきゃいけないよね。はい、だからそれプラスそれに取って代われるようなまあ選手だよね。うん、だからそこら辺をやっぱ鍛えなきゃいけない。まあ、例えばファーストで言えば秋広、はい、ね、だからこの選手がやっぱこう守備固めでもできるようになってくるとそこで経験も積ますことができるしね。はい、だからそういった選手をより多く、うん、作るという、まあ、今年はなかなかこう主だったらあの戦力補強もしてないし、そうですね、だから、まあ、若手にもチャンスがあるしね。はい、まあ、外国じゃ未知数ですしね。そうそう、はい、で投手陣はやっぱ若手が出てきてほしいな。そうですね、あの直江とか、はいはい、まあ、そういった選手がやっぱこうローテーションの一角を任されるだけの、はい、それとやっぱりね戸郷とか高橋もやっぱ10勝しないといけない、安定してそうですね。そう、だからそこら辺のやっぱスタミナだとか、はい、精神的な強さだとか、うん、菅野も言っても、はい、名前はあるけども、はい、そんなに大きくは、うん、勝てないんじゃないかなっていうのは気がするしね。まあ、昨シーズン まだ分からないけどね、はい、だから昨シーズンが悪かっただけに、はい、ちょっとそこら辺は絶好調時の力がある時の菅野よりは少し引いたような状態で俺は監督だったら考えてると、うん、だからそこを補えるだけの若手の投手陣が誰が出てくるかだよね。いわゆる逆に言うとそのチャンスがあるっていうことですね。チャンスがある、チャンスがある、そうそうそう、うん、だからその次へのステップ、はい、レギュラーへの道、ね、道の一つ下の過程、はい、やっぱこう少しでもチャンスをもらえるという、うん、その場にいてほしいよね、若手が。そうですね、だからこれ S 班を見るというよりかは1軍とか2軍のキャンプでどういった若手が勢いよく、ね、出てくるかっていうのを見といた方が楽しいと。そうですね、さあ続いて広島です。広島ね、はい、広島はやっぱ鈴木誠也の代わり、まあ、4番が抜けるわけだからさ、はい、まあ、そこら辺をやっぱ誰が打つのかと、うん、いうこともあるし、はい、あとはね打順のある程度固定が必要だな、うん、特に1番、はい、やっぱ広島が強い時っていうのは、うん、田中菊丸、うん、ね、はい、これがもうやっぱ不動だったし、その下に鈴木誠也がいたしみたいな、はい、
そういうのである程度固定ができてたんだと思うんだよね、うん、で広島の強い時ってやっぱある程度固定なんだよ昔から伝統的に、はい、1番高橋義彦、2番山崎、あ、正田か、はい、3番山崎とか、ね、4番山本浩二さん、5番衣笠さんとか、はい、まあ、ほとんど固定なんだよね。だから1番野間なのか、うん、2番は小園で行くのか、はい、まあ、小園固定で使ったけどね去年は、うん、2番でね。でも俺は3番だと思ってるんだけど、あ、小園選手は、うん、でも坂倉をどこに使うのかとか、はい、坂倉はキャッチャーなのかファーストなのかどこなのかってこともそうですね。だから山積みなんだよある程度やることが。いや、それでファーストの守備で負けた試合っていうのは結構あるんだよ、はい、だから坂倉がこう急遽ファーストやったりとかしてるからね、はい、だからそれはもう仕方ない。だから坂倉をもうファーストに使っちゃうのか、うん、ね、相澤が元気なうちは坂倉をもうファーストでもう全部使っちゃうのか、はい、そしたら守備を鍛えなきゃいけないし、うん、とかね。でピッチャーは先発はある程度いるよ、大瀬良がいたり森下がいたりだとかさ、床田がいたりだとかさ、右も左も安定的にいるんだよ。やっぱねあそこはね外国人の中継ぎ、はい、ここら辺が確立されると安定してくるよ。お、じゃあ中継ぎ中でも外国人投手って、俺は外国人だと思ってる、うん、やっぱスタミナもあるし、はい、やっぱ精神的にも強いということを考えると、うん、外国人のその中継ぎ、はい、ここら辺が確立できると、うん、やっぱ安定してくると思うピッチャーは。だからそう言われると広島が一番なんかちょっとキャンプでやることが多いというか、うん、課題も、まあ、明確になってるということだ。あ、そっかそっか、はっきりしてる、はっきりしてる、うん、だから固定を組めるぐらい、はい、打線はやっぱり一番野間なのか、うん、またまた誰なのか、はい、菊池は2番じゃなくていいのか、うん、2番打ったら小園は3番でいいんじゃないかとか、うん、ね、まあ、そういうことなんだ、うん、4番坂倉に任すのか、はい、鈴木誠也がいなかったら、うん、とか、やっぱり打順を固定できるだけのものは作り上げてほしいなと思う。そうですね。だから前回の動画でその阪神はぼんやりでもきっちりとちょっと対照的になるんですね。広島は本当にかっちりもうやっぱり決めとかないといけないっていう、うんうん、いや強い時がやっぱ決まってるわ。そうですね、うん、まあ大体そうなんだけどね、強いチームっていうのはいろいろ変えなくてもいいっていうのはことは言えるんだけど、うん、広島は特にそうなんだよね。そうですね。で阪神は去年は決めすぎたから、うん、逆にこけた時にどうしていいかわからなくなっちゃったっていうのがあるんだよね、はい、まあ、それぞれやっぱチームによっても課題変わってきますね。あらあら。さあ続いてパリーグ、はい、楽天です。楽天な、はい、やっぱバランスのいい打順打線が組めるかどうか、うん、あのね、やっぱり左がもう左が多すぎる、はい、だから右の誰かが出てくるのか、うん、それでやっぱバランスよくこう取れるのかとか、はい、あとはやっぱ走力とか、はい、そういうことも底上げをしていかなきゃいけないだろうね。あと西川春樹選手が新しく入ってきますけれども、うん、そのあたりのどうですかこうチームというか。まあまあ一番打ってくれるのが理想だけどね、うん、まあこれも左でしょ、はい、まあバランスがいいとは言えないよね、うん、あとはやっぱ小深田を使うのかショート、はい、ね、山崎で行くのかとか、うん、やっぱある程度レギュラーを決めてやらないとさ、はい、あとはやっぱこう辰巳だとか、うん、ああいう素質がある人間でまだ開花できてない人間をいかに開花させるかどうか、うん、まあ、そこがやっぱ一つのポイントだろうと思うけどね、うん、あとはやっぱ走力だよね、足っていうことですかね、うん、これ戻っちゃってんだよね、うん、戻っちゃってだから野村さんが楽天の監督やった時、うん、やっぱこのチームはやっぱこう走れないと走力がないと、はい、でドラフトで肘沢とかいろんな人間を取ってきて、はい、走力をができて、うん、星野さんで優勝することができた、はい、そしたらまた戻ってんだよね、走力がなくなってるとあーもったいないですね、一時だから、ね、一時期伝統になりかけてたんだけどさ、はい、だからそれの伝統がまたなくなってきて、うん、だから少しもう少しやっぱこう走れる人間をこう、はい、なんていうのかな、うん、教えるというかね、はい、走れる人間はたくさんいるんだよ、お声とかもいるし、はい、辰巳とかもいるしね、うん、走れる人間はたくさんいるんだけど、だからその使い方だよね。そうですね、さらにどういうふうに
こう教えてキャンプでやっていくかってことですよね。まあ、投手陣は、はい、まあ、実績のある投手陣がずらっといるけども、はい、やっぱ若手中心で若手を前に出してベテランもそれを支えるっていうような、はい、そういう形に変えてもいいのかなと思うよね。その今だと例えば、まあ、田中将大投手、涌井投手、岸投手、則本投手というふうにもうベテランと言われるとか、まあ、ちょっと中堅ぐらいですかね。というベテランのやっぱりピッチャーが多いなっていう。だからまあ、はい、涌井だとか、はい、まあ、岸もそうだけども、うん、一歩引かしてやってもいいよね、うん、そしたらもっと活躍ができると思う、はい、前線で戦うのはやっぱ早川とか則本とか、はい、まあ、あの相手のエースに当てていくっていうのはね、うん、でマー君とか、うん、のはもう絶対星を落とさないように相手のローテーションの3番手4番手とか、はい、そういうのに当てていくという、まあ、そういうことをやった方がいいのかなって思うけどね。だからそのどっちかというとちょっとまあ若手でもっとこうカバーできそうな投手を鍛えていくというか、キャンプで見つけていくってことですよね。まあ、ね、さあソフトバンクです。ソフトバンクね、はい、ソフトバンクはやっぱりレギュラーも作ってほしいし、うん、怪我をしない体をまずキャンプで作ってほしいよ。怪我をしない体をキャンプで作るというのは具体的にどういうことをやっていけばいいですか。やっぱりいろんなことの基本に立ち返るというか、やっぱ基本というのはやっぱこう怪我をしない、ミスをしない、はい、そういうことも含まれての基本だからさ、うん、で怪我もしない、はい、やっぱ取り方が理にかなってる、負担がかからないから怪我をしない、うん、それとやっぱ強いチームの培ってきたもの、はい、無理をしてきたもの、うん、そういったものがやっぱもう出てきてるんだよね、うん、そうですね。だからそれをこうもう一度こう体を鍛え直すというか、はい、だから打ったり取ったりとかいうよりももう体を作ってほしいなと思う。すごい基本的なもうベースになることですよ ね、 そうだね。でね、怪我をする要因としたら、はい、まあ、いろんな要因があるにして要因があるんだよね、まあ、例えば中村、はい、ファーストもやり外野もやるとか、栗原がサードをやったり外野やったりとかする。やっぱね、いろんなポジションをやらせるから俺は怪我につながってると思う、はい、一つの固定のポジションでレギュラーを与え、うん、空いてるところを若手で競わせるっていうようなことをやらないと、はい、俺も経験あるんだけど、はい、まあ、セカンドからショート行った、うん、ショートからまたセカンド行ったりとかサード行ったりとか外野行ったりとか、はい、使う筋肉が全く違うんだよ。そうするとやっぱ怪我ってしやすくなる、んだよ。だから選手の層が厚いって言っても、うん、中村がいろんなポジションをこなしたりだとか、はい、それは器用さは認めるけども、うん、やっぱりいろんなところの怪我につながったりだとか、はい、する要因を作ってる、うん、だから一つのポジションでもう1シーズン戦わせるぐらいのつもりじゃないと、はい、俺は怪我はなくならないと思うから、うん、だから空いてるポジションを誰に競わすのかっていうことを、はい、このキャンプではやってほしいなと思うのね。そうなんですね。さあ次回はラスト4チームのキャンプの課題を見ていきたいと思います、はいはい。